すごい来た。まだ終わってない。二人のパワーがすごすぎるためでしょうか。中心がうまくつながらないようです。本当にフリーザのようだな。復活したんだ。全部やってきました。随分お待ちしてましたよ。やっとあなたに美しい通告がやってきました。やっぱ、ただもんじゃねえな。わかりやすく、君の人になったゴールデンクリスタルとでも言いましょうか。でも、ただ色が変わっただけではないのに、わかっているようですね。そちらは、結局スーパーサイヤ人ですか。ちょっと違うんだよな。スーパーサイヤ人こそのパワーを持ったサイヤ人のスーパーサイヤ人なんだ。どうやら、知っていたか。この星のドラゴンボールは2つ願いを叶えられる。復活させてもらったぞ、このクーラモンが。なんだあいつは、フリーザにそっくりだ。さすがに驚いたようですね。これはただ復活したわけではない。新たな力を手に蘇る。行くぞ。我が一族が再び宇宙の頂点に立つ日が来たのだ。そううまくいくと思うか、カカロット。俺がこいつの相手をしてやる。貴様はフリーザとして盾をつけろ。お前の姿に変身できる。相手は不足はない。本当は自分だもんね。いかに二人がかりというのか、俺に勝つことなど不可能。俺たちに不可能などあるものか。早く。
ふう、間一髪でしたね。もう少しで地球の爆発に巻き込まれるところでした。おや、地球がなくなってしまったんですか？フリーザの仕業です。あいつは宇宙空間でも生きられますから。なるほど、彼も考えましたね。そんなことはどうでもいいんだよ。シュークリームはどこにあるんだ？くれるって言うからはるばる来たんだぞ。ですから、それは私じゃなくてトワっていう女の仕業なんですってば。トワが時のスカラの通信を乗っ取ってビルス様たちをおびき出したようなんじゃ。時の海王神の声を機械か何かを使って真似したみたいじゃの。本来の歴史では地球が爆破された後、ウィスさんが時間を巻き戻して元に戻したんです。でもそのお二人がここにいるせいで時間の巻き戻しができなくて歴史が変わって。まんまとおびき出されましたね、ビルス様。許せないね、破壊神を騙すなんてさ。そのトワとかいう女はどこだ？粉々に破壊してやる。残念ながらどこにいるかまでは。あ、でも奴らの目的は歴史の改変ですから、それを修正すれば出てくるかも。多分。ウィス。はいはい、分かってますよ。一旦元の歴史に戻りますよ。では時間を巻き戻しますよ。チャンスは一瞬だぞ。感覚をつかんできたようだ。ありがとな、ずいぶん世話になっちまった。それで結局貴様は何者なんだ？ブルマの友達ってわけでもなさそうだが。まあまあ、誰でもいいじゃねえか。
助けてもらったんだしさ。なんだかよ、おめえにゃこれまで何度も助けてもらってる気がすんだよな。おめえもなんか困ったことがあったら言ってくれ。おらも力貸すからさ。お疲れ様でした。今回は本当に大変じゃったな。しかし、なんとかなってよかったわい。よかないよ。トアのやつ、現れなかったじゃないか。ああ、イライラする。このストレスをどこに持っていけばいいんだ。ちょっとここ破壊していっていい？やめてください！やっと、やっとトキトキが卵を産んだんです。ここで暴れるのだけは NG ですよ。相変わらずとんでもないことを言うやつじゃぬ。そうですか、トキトキが卵を。それはおめでたいですね。ビルス様、さすがにトキトキの卵を壊すとなると私も黙ってはいられませんよ。ストレス解消でしたら、またそこの海王神を封印するとかでよろしいじゃありませんか。あ、もうそんなことでよろしければ、どうぞどうぞ。こら、なんちゅうことを言うじゃ。それもダメに決まっとろうが。やれやれ、仕方ありませんね。そんなにストレス解消なさりたいんだったら、私が付き合って差し上げますよ。お？久しぶりに相手してくれるの？嬉しいね。あなたもどうです？せっかくですから、一緒に鍛えてあげますよ。あ、本気でうちの子を次の破壊神候補にしようとしてるんじゃ。まあまあ、この後もハードな戦いが待っているんでしょ。強くなるチャンスをあげようとしているんですよ。ウィスが自分から戦うと言い出すなんて滅多にないことなんだ。お前も参加していけ。では暴れても大丈夫な場所へ向かいますから、準備ができたら声をかけてくださいね。